宮崎県の人気リゾート施設シーガイアへ。すごい海が。圧巻のオーシャンビューに色とりどりの花に囲まれ、贅沢な地元グルメを堪能。今回は春のシーガイアを満喫します。宮崎県シーガイアにやってきました。うわー、ロビー入ってすぐのこの吹き抜け、南国ムード満点。なんかさ、リゾート地に来たって感じでワクワクしますよね。なんかね、夏先取りも感じはするんですけれども、今回は春のシーガイア、新たな魅力をたっぷり紹介していきたいと思います。熊本市内からおよそ2時間30分、宮崎県の人気リゾート施設シーガイア。目玉は何といっても地上154メートルのシェラトングランデオーシャンリゾート。まずは客室を案内していただきます。全室オーシャンビュー、開放感あふれる客室とは。私何度も実はお邪魔してるんですけど、毎回この景色は本当にすごいと思います。全室ここはオーシャンビューなんですよね。そうですね、全室オーシャンビューですので、どちらのお部屋からでもこの太平洋と黒松林の景色をご覧いただけます。一番多い客室のタイプデラックスツインは、海をテーマに開放的な空間が広がります。さらに時間帯によって変わる絶景を楽しむことができます。で、満月の日とかはですね、月の光が海面に照らされて一本の道のようになるので、それ月の道と呼んでおりまして、そういった幻想的な景色もご覧いただけます。じゃあ夜はそうやって月明かり、朝は朝日が昇ってまいりますので、今度は朝日の道ですね。でもうカーテンを開けて夜お休みくださいというふうにご案内しておりますので、そうすると朝日で自然に目覚めるという。もうね、人間はそうじゃないといけないと思います。いつも私暗い部屋で朝眠いなと思って起きてますけど、はい、朝日で目覚める、私もそうしたいです。さらに絶景の場所があるんです。シェラトングランデオーシャンリゾートの屋上テラス、地上154メートルからの雄大な自然を一望することができ、フォトスポット青の階段では海と空を間近に感じる一枚を撮影することができます。続いては春限定華やかなガーデンでピクニック。藤田さん、ここはどういったエリアになるんですか？はい、ここが宿泊者専用エリアになっておりまして、はい、ザ・リビングガーデンという場所でございます。なんかね、とってもこの、お天気がいいこの時期は気持ちがいいですね。はい、今春のガーデンパーティーをデザインテーマに、花いっぱいの空間に生まれ変わっております。ちょっと春らしい、色合いがやっぱりすごくいいですね。はい、ここ写真撮るにも絶好の場所じゃないですか？そうですね、はい、フォトスポットにもなると思いますので、皆さんここで写真撮られてます。春ならではの色とりどりのスポットで記念に1枚。そしてこちらのガーデンでは特別なグルメもあるんです。それがピクニックバスケット。サンドイッチをメインにフルーツや季節のスープなどがセットになったテイクアウトメニューで、ガーデンパーティーを気軽に楽しめます。外ももちろん気持ちがいいんですけど、ちょっとこう日差しがね強い時にはこういうガゼボをお借りしたりもできるんですよ。中に入ってきました。なんかね、おしゃれな雰囲気でしょ。ここでいただくのがこのピクニックバスケット。まずはこちら、じゃーん、見てチキンたっぷり入ってる、ほら。いただきます。うん、おいしい。
いし、ハーブがかけてあるんですよ。これはすっごくいい香り。なんとね、このピクニックセット2つほら入ってるんですよ。でね、今度はサーモンです。すごいよ、ほら見て、サーモンもめちゃめちゃたっぷり入ってる。お、うんうんうん、でね、お野菜がすごくシャキシャキしてる。チキンかサーモンかって私絶対2種類あったら迷うんですよ。でも両方ついてると迷わなくていいからね、いいですよね。暖かくなった春だからこそ楽しめるリゾート地のガーデンパーティー、贅沢なランチタイムを過ごすことができます。そして最後は宮崎の食を味わう贅沢バーベキュー。お待たせしました。はい、本日のバーベキューの食材でございます。え、これがバーベキューの食材ですか？3段？はい。ちょっと待って、バーベキューでこのスタイルは私初めて。ガーデンビュッフェパインテラスでいただけるのはなんとも豪華なバーベキューセット。黒潮に育まれた海の幸、そして地元のブランドナスや季節野菜のプレート、さらに宮崎牛をはじめとする質の高いお肉プレートなど、宮崎を味わい尽くす贅沢な食材ばかりなんです。この3段のお隣にものすごい数の薬味が並んでるんですよ。まず1段目の魚介ですね、はい、魚介におすすめするメニューとして、このパーナガイにはこの赤いトマトサルサを、でサザエにはこのエスカルゴバターですね、うん、そのままでもいいんですけども、やっぱこうした方がより美味しいなっていうのでご準備させていただきました。なんと食材に合わせた料理長こだわりのソースや漬けだれも、シーガイアならではのおしゃれなバーベキューセット、グリルも揃っているので手ぶらで本格バーベキューを楽しめます。まずはエスカルゴバターを乗せたサザエからいただきます。あー見て、あー美味しそう。もうね、バーベキューこうでなきゃね。これこれです。バターの香りがすごくいいんですよ。そしてサシが入った宮崎牛ロース、うん、わ、さすが宮崎牛ですね。脂身がさっぱりしてるんですよ。サクッと噛み切れる柔らかい肉質、おいしい。この雰囲気の中で食べるワイルド&ゴージャスなバーベキューですよね。なかなかこれはないですよ。これまでとは違った春ならではのシーガイア、新たな魅力を満喫することができました。さらにゴールデンウィークには客室ガーデンエリアから見ることができる打ち上げ花火も。春のシーガイア要チェックですよ。